新井平米は、江戸時代後期の旗本。松前奉行吟味役格、品野国中の城代館。正木時代は、東江戸地を探索して、東高満筆を表し、品野では、石門神学による民衆教家に努めた。裏神保小寺屋敷跡名は七年江戸小石川、三百坂に環状吟味方、改め役、新井神野城の子として生まれた。役を継ぎ、 文化4年4月21日、函館奉行手付出役、文化5年正木奉行長役、文化7年正木奉行吟味役画並みを歴任した。文政3年正木奉行吟味役画となり、小石川三百坂から小川町浦神保、麹南側に移った。同年春から3年間、新島町の母、新島富がこの屋敷に、年季奉公した。 文政四年正木き奉行が廃止され、七月二十七日、品濃国派に品郡中野城代官に任命された。就任直後、親に孝行はせずとも苦労をかけるな、主人に忠義はせずとも影ひなたなく務めよと応募課上を提示し、辞書、各あるべしを、各名主に配布した。文政七年陣屋に長屋を増設して、教諭書を設け、関門進学を広めた。 文政八年協作のため勘定書に貸付金の資宝を脱信した。文政十一年一月二十七日、中野城大官を辞任し、文政十二年には下宇佐国、日立国の大官を務めた。文政十三年十月二十四日病死した。荒井神野城、奥夕日つくみ頭。嘉永七年五六。荒井神野城古将、湘南度、金しなみより合 不評査団役組頭。荒井安吉東京帝国大学医科大学助手、公立札幌病院医長、私立笑い病院院長。ありがとうございます。